イタキャクドッキリ、えい。確かに喋ってる場合じゃないよね。色恋してくれる人が好きなんで、あー、一人だ。せーの、トンクツ、今日も PS してますか、恋のホストロジーチャンネル、略してホストロジー、イタキャクドッキリ、イエイ。今回のお店はプリズムさんですということで、カモン、おはようございます。今回はですね、私のリア友を使って初回に行ってもらいます。そしてそこでですね、イタキャクをしてもらいます。難しかったよね、さっき。難しかったけど、イタキャクするこの気が知れなかった、ちょっと。はい、ということで早速行っていただきましょう。それじゃあ、居心地はい、ということで始まりました、イタキャクドッキリ。イタキャクってやっぱいい。いやー、今は少なくなってましたね。少ない。家探していただいて、いただきます。赤好きなの？めちゃくちゃいいよ。俺も赤好きだから、名刺ケースは赤にして。そうだね、塩対応だね。あんま飲んでないんだね。俺の声遅れて届いてるね。滑舌が悪いからよくあるね。この前とかも初回とかやっていて、シャンパンコール中にどこ住んでんのって聞いたらってやるって。この話聞いてないやん、全然受けてないやん。もう一回言う、逆に。なんか…あれだけいただきます。愛情の方切れてる。誰いたでしょ。私、逆に初対面でこんな涙見えたら重くない？笑わないんだ。いや、飲める飲める、全然飲めるんだけど、ラインで落ちると思われたら嫌だな。他にどんどんやるって。だって喋ってる場合じゃないよね。赤かわいいね。飲もうか。いや、いただきます。いや、でもいいな、すごいじゃん、俺。ただシンプルに飲んでるやつやん。じゃあさっきよりちょっと距離縮まって飲もうから、ちょっと多めに出るわ。確かに少ない。しかしあんのかい。指名者は何してくれる。指名者は何してくれるか。それ指名者はお楽しみみたいなもんや。でもまあお酒も飲めるし、指名者後悔しないって。俺はもう歌舞伎町のホストいっぱい見に来てるけど、俺が誰指名するって俺自信持って自分で。どうしたらさ、どこ捨ててくれる。あ、逆に俺は夢行きたいところに行きたい。決めてほしい。あ、決める決める。でもなんかさ、いきなりさ、行きたくない。例えばガンダム博物館とかでも面白くないじゃん。できれば行きたいところに連れて行きたい。なんか好きなものとかあったりする。テレビを見てほしい。あ、なるほどね。じゃあガンダム博物館行こうよ。いやいや、決めたのに。何回もみたいな。私ホテル行きたいの。ホテルどこのホテル。どこでもいい。なんで、え、なんで、俺らしいでしたよ。なんでだけ行きたいの。いや、早くない。だって今日、前回早っ。前回早かったら、シャンパン入れるし。それみんなに言ってる。なんで俺だけ言ってる。まんまと言われる。まあまあ。まあまあ。え、まあ嫌いじゃない顔してるから。あ、やりたくない。やりたくないやつやってシャンパン入れて地獄やん。まあ、ベース作れば。なんでやねん。なんで無理してやってシャンパン入れて地獄やんねん。今エースどのぐらい使うの。今のエースはどれくらい使うの。エースって一番使うのじゃん。毎月変わるから、一番っていうのがないかもしれない。どれくらいくらい。私、うん、ベリー大根かけるさに示してて。あ、昔？そう、300くらい使ってる。でも月300以上は使ってる。ご機嫌じゃん。300って結構だよね。昔だったら全然大丈夫。むしろ俺指名すれば、あの人ヘルプつけてあげるから。3人で飲めるやん。じゃあ、アフターして。うん、飲みなしでいいんだじゃん。うん、おっしゃ。まあ、絶対にしてくれるって言うの。あ、アフター全然使用したら。ここで決めてって。ここで決めてない。ここで決めて。アフターするかしないか。アフターしてくれないんだったらしない。でもシャンパン入れてくれる。シャンパン入れてもいいけど、カフェパでいい。カフェパでいい。逆によくカフェパ知ってるな。やばいな。カフェパじゃアフターしてくれない。いや、カフェパでも全然アフターするけど、ね、いいよね、カフェパね。この5分間で私のこと好きになった。いやでもなんか好きになったとは言わないけど、でも興味持つようにはなった。なんかやっぱもっと知りたいなとか思って、やっぱはっきりいろいろ言ってくれる。うまいね。うまくない？うまい。なんかうますぎて宮下さんつまんないでしょ。一瞬なっちゃってる。一瞬なっちゃってつまんないなこれ。まあね、これからまたね、仲良くしてくれて嬉しいからよろしく。またあったら呼んで。ありがとうございます、師匠。ありがとうね、ごちそうさま。だんだんなんか皆さんのペースに飲まれてる。あれ飲まれちゃ
失礼します。あ、どうもです。いいですか、隣いいですか。え、怖っ。気にならなかった。拾った拾った、優しい。あ、お名前いいですか。じゃあね、よし。あ、ありがとう。誰か似てるね。誰似てるって。誰似てる。てこしくん似てるって、たまに。うわ、全然似てない。あ、ほんとに似てなくない。うん、謝っとこう、後でちゃんと心込めて、謝って。手越し、謝るところか。誰に謝ったらいい。手越し2回ここじゃないんだ。チビはさ、どれぐらいお酒飲める。え、チビどんくらいお酒飲めるの。チビどんくらいお酒飲める。チビまあまあ飲めるよ。飲んで冷た嫌いのこと飲んでもらわないって。あ、逆にね。そう。え、俺が飲んでテンション変わる。知らない。知らない。テキーラ10本とか入れるようにしました。うん、スメスと、うん、そのスメスと、うん、テキーラ10本とか入れるの。10本。シャンパン欲しい。その日に全部飲んでた。え、そう。その日にそれを飲まないと、私はカップとして認めない。無理だろ。今まで何人おったの。2人。バケモンか。距離近くない。あ、もっと近くもいい。色っぽいしてくれる人が好きなんだよね。いや、色っぽいしてくれる人が好きなんだよ。あー、急に方向変わるやん。え、じゃあ指名したら何してくれる。指名したらなんか指名して、まあお酒飲んで気持ちよくなってくるじゃん。手押しに見えない。あー、早い。絶対に今日アフターしてくれる。アフター。お、飲み直してくれってこと。テキーラ10本飲まないでくれよ。飲み直しするんだったら、うん、テキーラ10本やって、うん、それが空いたら、うん、まあ、シャンパンかな。ああ、なるほどね。でも、うん、そのシャンパンは最後の締めでカフェパね。カフェパ、うん、何本。カフェパ1本。なんでやねん。次が10本やろ。カフェパ。カフェパ1本だよ。そう。おー、いいね、楽しそうに。でもちょっとエロいバー行こうよ。ハプバーハプバー。ハプバー行こうよ。ハプバー、うん、ハプバー、ハプニングバー。そう。え、行ったことある。ない。ないんだ。エッチなこと起こるか。そうみたいなね。行ったことないからさ、行ってみたいなとか。おお。どんなこと想像してるの。なんかすっごいこう、ラタイ、ラタイみたいな。違う。ちなみに最近いつやったの。タブは置いといてさ、うん、最近いつやった。最近いつやった、うん、さっきかが。さっき、うん、絶対する。さっき本当に、右手と。答えちゃうんだ。答えちゃうんだ。悲しい。答えない人がいる。趣味同棲してるの。してないよ。同棲してんの。してない。え、だから一緒に同棲してる。おお。いくら使ったら同棲してる。でも俺同棲ダメなんよ。なんで。なんかその一人の時間がすっごい少ないから。じゃあ一部屋の部屋にして、おうおう、もう一個アイリスにしていく。そう。いやらしいね。うんうん。じゃ最後一緒に飲もうよ。最後からだけ。10本飲むって言ってましたよね。でも回し物だったってことですか。そう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 。
はい、見させていただきました。そしてあの子にはですね、実はこちらから指示を送ったんです。悪いことは僕らが全部言ってた。全部ちゃんとやってた。一切ゲッチしたのをここまで聞かせたっていう。ただちょっとね、あの態度が違った。でも、結論から言うと2人がうますぎて、うまい、2人ともなんか予想と違う。違う。いや、まあ、もうちょっと予想ずんみたいな感じを言ったら、無理やつされた。喋らせねえ、喋らせねえ。二人ともキャッチャー最後、女の子笑顔になってたもんね。女の子笑っちゃってたけど、ダンスはなんか手越し、手越しがやっぱり何似てんのって言わせて、手越しってやっぱ予想通り2人が手越し。予想通り、誰の手越し。謝った方がいいやつ、これもしかして。ね、いるのよ、たまに本当私他店で使ってる。いるいる。そういるいるし、しかもマッシャかけるさんの名前出してきたから。かけるさん一緒に使おうよ。一緒に二人でロボよってあとされてるんだと思った俺。あとなんかかけるさんこんなやつ相手してる。はいはい。ということで今回ね、とりあえず2人がめちゃめちゃ酒が上手いってことが分かりました。はい、改めてありがとうございました。怒ってないのが素晴らしいよ。ね、それではこんなプリズムにぜひ遊びに来てください。それではまた見てね、バイバーイ。皆さん、ホストラジチャンネル登録してね。よろしくお願いします。